TUY の YouTube 企画山形絶滅危惧レシピ、今回からスタートです。皆さんの周りにもふるさとの味とか地元の伝統料理とかいろいろあると思うんですよ。それを絶やしちゃいけないということで、山形絶滅危惧レシピとしてこの YouTube にレシピを保管しようと、そんな試みでございます。つまり山形危惧レシピ保管計画、逃げちゃだめ。ということで今回ご紹介するのは番家味噌です。方言では番家味噌、なまらないとふきのとう味噌って言われてますね。それをご紹介してくださるのがふぐ料理キリンのおかみです。よろしくお願いします。今日番家味噌の作り方を教えていただきます。よろしくお願いします。お願いいたします。山形市七日町文章館の裏手の方でふぐ料理専門店をしておりますふぐ料理キリンおかみの佐藤のりこです。よろしくお願いいたします。お願いします。ちゃんと皆さんね、お店に通えるように場所まで合わせてご紹介していただけて、はい、嬉しいです。はい、番家味噌、はい、まあ、ふきのとう味噌ですよね。どんなお料理なのか教えていただいてもいいですか。そうですね、ふきのとうってちょっとほろ苦くって、うん、春を感じさせるお味なんですね、うん、で作り方も簡単ですので、それでちょっと食卓でも春を感じてほしい、うん、そんな感じのお料理ですね。なるほど、はい、じゃあこう食べた瞬間に春が口に広がるような。そうですね、ちょっとほろ苦くって大人の味ですかね、うん、ではおかみ、はい、材料の説明お願いします。はい、ではまずふきのとうですね。はい、大体つぼみがいいんですけども、ちょっと大きくなって花が開いたりとか、うん、そういう時は花はね、ちょっともそもそして食感が悪いんですよ。茎も硬いので葉っぱ使ってください。そしてお家にあるお味噌、うん、そして砂糖、みりん、これぐらいですかね、うん、では作っていきましょうか。はい、はい、まず一番最初にこのお味噌と、お砂糖、みりんを合わせておきます。ふきのとうは切るとね、すぐちょっとアクが回りやすいんですね、はい、なので手早く作らないと色もちょっと悪くなるので、うん、なのでこちらの材料を合わせておくということで、でお味噌と砂糖とみりんなんですけども、割合として3対2対1って覚えてるんですね、うん、なるほど、お味噌3、はい、砂糖 2、 みりんが1で、甘さの調節は、うん、みりんの量は変えずに砂糖で調節する、うんうん、今日だいたいこれは大さじで6、4、2っていう感じの分量になってます、うん、はい、じゃあ作っていきましょう、はい、まずはお味噌ですね。このお味噌の中に調味料を入れていきます。砂糖から入れていきます。はい、はい、一気に全部入れていいんですか、うん、大丈夫です。はい、ザザ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 ザ、あまり甘いのはちょっとっていう方はここで減らしていただいて、うんうん、で続いてみりん、みりん入れていきます。せーの、じゃあちょいちょい、なんか混ぜる、はい、はい、やっぱりちょっとみりんというか液体が入った方が混ぜやすいと思いますね、うん、確かにいい感じで混ざっていきそうですよ。混ぜ方ポイントありますか。よく混ぜた方がいいと思います。早速飛び出ましたよ。ちょっと綺麗に拭けますね。では拭きのとうなんですけども、はい、番家登場ですよ、主役、うん、まあみじん切りまでいかなくともザクザク切ってもらって大丈夫です、うん、はい、これですと、うん、縦に切って横に切ってっていう感じで、はい、最初縦に切ってから横に切った方が切りやすい、うん、が切りやすいですね。あとは小さかったら半分に切って、うん、もう横に切っていくとか、うんうん、もうここは手早くザクザクと、はい、あ、はい、アクが回りやすいので、うん、ここ手早くですね。なるほど、はい、手早くって今何回も言いますね。とにかく手早くっていうのがポイントなんですね、ここは。早めの方がいいですね。はあ、よし、やりましょう。はい、いいですか、参ります。よし、こんな感じ、うん、切りづらいですか。切りづらくないです。でもちょっと今指をこんな感じ、どうでしょう、はい、大きすぎですか。大丈夫です、いいです、 OK です。うん、いい香り漂ってますよね。香ります？なんかすごい、いっぱいやるん
焦っちゃう。届けない香り。あ、そうか、これ全部やんなきゃいけない。はい、そうそう。喋ってる場合じゃないですよ。やっぱりね、ほら切ったそばから少しずつ色が変わってきてるので、ちょっと茶色くなってきてますね。うん、味が回るってこういうことなんですね。なるほど。焦る。落ち着いて、落ち着いて。大丈夫です。指切らないようにさえすれば。はい、はい、調理お願いします。はい、じゃあ次行きましょうか。はい、じゃあ炒めていきます。お願いします。油をまずフライパンの中に入れてください。はい、火はまだつけなくていいですか？油入れてから火をつけても大丈夫です。はい、油、何油でも OK。 そうですね、だいたいご家庭にあるのはサラダオイルかな。はい、だいたいこれだと大さじ1杯ぐらいな感じだと思います。はい、はい、では添加しますよ。はい、せーの、よいしょ。で、吹きのとうを入れて炒めていきます。はい、私が手早く切りました吹きのとうです。ここでちょっと油が多いと、うん、吹きのとう味噌作った時に油が浮いちゃうんですよ。はい、なのでこう炒める時にちゃんと炒まるぐらいの量で作って、はい、足りないかなと思ったらちょっと足すぐらいの感じでいいと思います。うん、ちょっとこう火を通してくると、うん、緑が鮮やかに、そうですね、なってきた気がします。はい、なんか私の顔チラチラ見てるんですけど大丈夫ですか？うん、そうですね、だいたいもうこんな感じでいいかなと思います。はい、こちら先ほど合わせました味噌入れます。火はつけたままでいいですか？そうですね、はい、はい、では入れます。ドーン、入りましたね。はい、もう美味しそうです。うん、で、全体に混ぜ合わせて、はい、これなんか焦げつかないか心配ですね。火が強いとやっぱり味噌って、はい、焦げやすいので、うんうん、火の調節は見ながらやった方がいいと思いますね。はい、味噌を入れたらより一層火加減は注意と。はい、もうこんな感じでいいかなと思います。もう OK ですか？はい、一回止めますね。あっという間なんですけど、超簡単、超簡単、うん、超簡単。あっという間ですけどパンケ味噌完成です。やったー。本当に申し訳ないんですけど白ご飯持ってきていただいたのよろしいですか？あ、なんかそう言われるかなと思って実は準備してました。さすがおかみさすがおかみだ。もう全部用意してくださってる。分かってますね。はい、仕込み万全。ありがとうございます。ご飯まで用意してくださって、しかもさらにサービス、あ、そうですね、きゅうりもこんな食べ方もできますということで、ではいただいちゃいますね。はい、はい、ドン、抜けちゃいます。ドン、あ、美しい、見てこのコントラスト。残雪の合算より美しいかもしれませんね。じゃあ、いただきます。はい、はい、絶対美味しいですよ。いただきます。いきましたね。味わえない。バンケ味噌のこのちょっとしょっぱさがご飯と一緒になることになってよりマイルドになって、うん、食べやすくなりますし、ちゃんとこの味噌の中でふきのとうたちが生きてるんです。美味しいですね。ちょっとほろ苦い感じ、そうそう、上品にほろ苦さが広がっていく感じ。本当にご飯が進む。おかわりありますよ。うん、一生炊いてますから大丈夫です。ありがとうございます。食べ尽くしていっていいですか？一生。あ、ご飯に夢中で忘れてました。こっちもですね、きゅうりもいいですか？味わって、きゅうりとマヨネーズとバンケ味噌を合わせて、結構たっぷりいきますよ。はい、乗りました。ナイスです。いただきます。うん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 、きゅうりのみずみずしさがよりさっぱりさせてくれて、マヨネーズのコクとも合う。おいしい。ちょっとまろやかに、まろやかに、まろやかになります。まろやかになりますね。うん、ねー。
実際にこうお店でもパンケ味噌は出されてるんですか？はい、そうですね、今度ランチをやるので、はい、すっぽん薬膳ランチという、うん、そこで薬膳だけじゃなくてすっぽんも、はい、そこでちょっとこのふきのとう味噌というか、はい、季節に応じたお味噌もちょっと出していこうかなって思ってます、うん、なるほどなるほど、ランチもされるんですね。はい、これからランチもされるとまさかの宣伝もぶっこんでこられてすみません。いやー、美味しかったです。本当にありがとうございました。いい、こちらこそ上手に作ってもらって、なんかハラハラして見てたけど全然大丈夫でした。よかったです。本当に料理初心者でも簡単に作れちゃいますし、家事と家事の合間時間とか、まあ料理一品二品三品作るときにパパッともう一品って、あとはフキノトウを取る楽しみとかもねありますよね。あ、最初からですね、うん、そうですね、そこから料理は始まってると思います。本当に簡単に美味しく春を感じることができるパンケ味噌なので、これはぜひ作っていただきたいと思います。はい、ありがとうございました。おかみ、こちらこそどうもありがとうございました。ありがとうございます。とっても楽しかったです。はい、私もです。ただですよ、おかわりが来ない。あ、そこだけですね、おかわりが来ない。じゃあ急いでお願いします。お願いします。